こんにちは、ボニコです。春が旬のイチゴですが、ネットなんかを見てみるとですね、犬に与えるには注意が必要な食材だというふうに言われています。どうして犬に与えてはいけないのかというのをですね、ネットで調べてみると、例えば消化が悪いとか、あと下痢をするから食べさせない方がいいみたいな、そういう情報もありますし、あとね、大量に食べると死に至る危険性がある食材なんですよというふうにね、書かれていたり、中毒を起こすので与えない方がいいですよみたいなことをですね、書かれているサイトっていうのもあったりします。一方で、犬にイチゴは大丈夫ですよみたいな感じでね、書かれているサイトもあったりして、でどっちが本当の情報なんだろうって言ってね、迷われる方も多いかと思います。果たしてイチゴは犬にとって危険な食材なのでしょうか。調べてみました。まずですね、イチゴを食べると下痢をするというね、意見をネットできちんと調べてみると、どうやら食物繊維が豊富だから下痢をしてしまうよみたいなね、ことが書いていました。ではイチゴの食物繊維の含有量というのはどれぐらいなのかというのをですね、調べてみると、だいたい 100g 中 1.4g ぐらいらしいんですね。でこの量が多いのか少ないのかというところなんですが、例えばキノコとか、何かのお野菜ですね、例えば白菜とか大根とか、こういったお野菜とこの食物繊維の含有量を比較してみると全然イチゴの方が少ないんですね。なのでイチゴを食べると食物繊維をたくさん摂りすぎて、下痢になってしまうっていう考え方は、ちょっと賛成ではないかなというのが私の意見です。もちろんね、食べ過ぎるとお腹が緩くなるというそういう可能性はあるんですけれども、それは別にイチゴに限った話ではありませんので、この下痢をするとかいう情報はですね、あんまし気にする必要はないのかなというふうに思っています。食物繊維ってそんなに体に悪いものとかではないですし、摂取する利点っていうのも多くありますのでね、全然とっても大丈夫な量だと思います。犬っていうのはですね、初めて食べるものに対して下痢をしてしまう子って案外いるんですよね。で大丈夫な子っていうのは本当に何食べても大丈夫なんですけれども、デリケートなお腹の子っていうのもいるんですよ。でそういう子の場合は初めて食べる食材に対しては絶対に下痢をするみたいな子もいたりします。でもその食材を、2回3回ってね、食べると腸が対応できるようになってきて下痢をしなくなるっていうことも多いんですね。だから1回食べただけでこの食材っていうのはうちの子に合ってないんだなっていうふうに判断するのではなくて、何回か与えてみるのも一つの方法かなというふうに思います。続いて、イチゴが死に至る危険性があるというね、そういう情報なんですけれども、これはですね、イチゴに含まれているあるものっていうのが原因でそういうふうに言われているんですね。そのあるものっていうのは何かというと、キシリトールなんですね。犬がキシリトールを食べると、例えば低血糖症になったり、あと急性の肝不全になるみたいな報告例がありまして、最悪の場合は死に至る可能性もあるというふうに言われています。キシリトールタブレットを間違って口にしてしまったチワワちゃんが亡くなってしまったというようなね、事故の話っていうのはネットでは結構有名な話で出回ってますよね。ではイチゴに含まれているキシリトールの量っていうのは一体どれぐらいで、どれぐらいの量を食べると犬にとって危険な食材になってしまうんでしょうか。イチゴに含まれるキシリトールの量っていうのは、100g 中およそ 40mg だというふうに言われています。でね、ガイドラインで犬に与えると危険なキシリトールの量っていうのがですね、あるんですけれども、その危険な量っていうのをイチゴで摂取するとなれば、どれぐらいを食べないといけないのかということなんですが、1キロのワンちゃんの場合は
249g と言われています、およそ体重の4分の1の量を食べるということになりますよね。で、10キロの犬だったら10倍だから、2490g ですね。で、この量を通常では食べることっていうのは、考えにくいんじゃないのかなというふうに思います。実際にイチゴによるキシリトールの事故の報告例というのはですね、一件もないということです。ちなみになぜキシリトールタブレットとかね、ガムが危険だというふうに言われているのかというと、ああいったものというのは人工的に生成された食べ物なので、すごくキシリトールの濃度が濃いんですね。だから一粒食べただけでも犬にとっては危険な量を摂取してしまう可能性があるというふうに言われています。タブレットやガムっていうのは犬に与えない方がいい食材だというのはもう本当私も賛成なんですが、じゃあイチゴはどうなのかって言われますと、イチゴに入ってるキシリトールっていうのは本当に微量なので犬に危険な量ではないかなというふうに考えています。通常食べる分にはですね。キシリトールタブレットの中毒についての話っていうのはちょっとこの動画ではですね、お話はしませんが、参考になるサイトの URL っていうのをですね、概要欄の方に貼っておきますので、気になる方はそちらの方をねチェックしてもらえたらなというふうに思います。獣医さんが書いたブログの URL です。今日の私の話は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。あんちゃん、やっと起きました。今からイチゴ食べようね。バイバイ。あんちゃん、イチゴだよ。ほら、イチゴです。やったね。めったに食べれないよ。あげようね。やったね。ちょっと待ってよ。はい。落としたね。もう一個食べますか？はい、もう一個。お、いいね。かわいい。お座りしてください。お座り。はい、偉いね。待てだよ。よし。このチャンネルでは、犬の手作りご飯の知識やレシピについて主に紹介しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。